日本海側のヒラメが大変美味しくなっています。このヒラメは天然で、夏場なんかはほとんど本州の方で、ヒラメは夏場は避けられるものですが、北海道のヒラメは夏場が美味しく、大変シコシコとして甘みが強い魚です。これが夏限定なんですけど、ここに檻が溜まってて、これをこう拡散させながら開けて飲むわけです。これが夏限定で美味しいんですけど、まあ、もちろん6月7月これから暖かい時期はもううなぎがうちの看板なんでおすすめなんですけども、それ以外にもこういろいろ創作的なものを考えたりとかしてるんですけども、その中で見た目洋食でも食べると和食ですとか、そういうせっかく和食の老舗なんで、そういうところにはこだわっていろいろ新しい料理作っていってます。今道産の豊まさりっていう大豆、ちょっと美味しい大豆あるんですけども、その大豆を使って手作り豆腐ですとかデザート、豆乳寄せっていうデザート出したりしてるんで、そういう地元の食材の美味しいものも考えてるんで、ぜひ味わってみてほしいです。はい、あと食感楽しんでもらうためにちょっと白滝を使ったりですとか、あと使ってるソースも道産のかぼちゃのペーストを使ったソース使ったりとか、はい、考えて作ってます。最近ちょっといろいろ試行錯誤して作った料理が、アワビのコーラ揚げですとか、あと牛テールのちょっと和風で煮込んだものなんかちょっと最近作ってみたんですけど、作りはカニコーラ揚げにちょっと似てる感じで、ベシャメルソース使って作ったものなんですけど、ソースにアワビの肝を使ったりですとか、ちょっと磯の風味をしっかり出すような形でお出ししてます。八丁味噌、赤味噌を使ってまして、はい、それと赤ワインを使って、赤の情熱っていう形で出させてもらってます。ホッキ貝ですね。はい、地元のマジシャン。ああ。そうだ。俺の師匠が。30分年です。もうあんまり聞かないです。皆さんゴルフはされる？ゴルフはあんまりしないです。あんまりしないっていうことですよ。おお、そうだ。平気で嘘つくからうち。本州のお客さんだと大切かな。広々として OB のないゴルフ場。料金安いですね、本州からしたら。どのぐらい？平日だと7000か8000ぐらい。こんなもんどうする？
ごいですね。カニ酢でどうぞ。あのね、毛ガニってね、年中食べれるんだけど、そうだね、3ヶ月から4ヶ月周期ぐらいで禁漁とか解禁とかってなって、例えばオホーツクが禁漁になりましたと、そしたら今度太平洋側が来ますよと、太平洋側が3ヶ月から4ヶ月解禁になって、そしてその後この日本海が解禁になりますよとか、そういうこう順繰り、だから一年中こう取るようにしてるんだけど、その中でやっぱりオホーツクのその流氷いなくなった頃の毛ガニがもう一番おいしい、僕はもう最高だと思ってるね。太平洋とか日本海側のカニなんか、あのカニっていうか毛ガニよりサイズも違うんじゃないですか、その全然もうこれ最高のして安いと。2つが一番出るのが出るのかな。こだわってるわけじゃないんだけど、弁当に鮭はつけないんですよね。ってことは家庭で食べるでしょ。朝でも鮭食べてて、昼も夜も弁当食べたら鮭つき出したら。だから違う魚がついてくる。必ず煮魚か焼き魚つけるんですけども、鮭だけは絶対つけない。これ自体にもお酒ついてくる。ついてくる。それでいくらなんですか。1,500円です。うわ。女性は1,200円です。ジョッキがついてくる。そうですね。ジョッキか。ね、とお酒でも焼酎でも好きなもの。コップ一杯です。じゃあこれでほろ酔いになるんですね。ほろほろほろ酔い。で、あと追加料金、まあ他のメニュー追加した場合は2割引きと。来るお客さんみんなこれ頼むで、時間が、4時から7時4時半から7時半まで7時半までちょうどいい時間ですね。で、まあその時間帯に入ってくれればその特典全部行きますから、10時までいても飲み物を2割引きにして、野菜中心で必ずヘルシーを志向に、女性受けしますね。もちろん女性ばっかり、女性ばっかりと思います。昼でも女性が多いです。巣鴨みたいな感じの、もうちょっと小さくしたようなみたいに、年配の方が結構大道で商売やってる店が多いので、その年配の方が買い物に行った帰り、昼間にうちの店に寄っていただけるパターン多いですね。
ただやっぱり昼間駐車場もありますんで、結構観光客の旭山動物園の行き来の最中にうちに寄っていただけるっていうパターン結構多いですかね。まあ、観光客の方も、まあ、バスでうちに駐車場バス止められる駐車場あるので乗りつけて来られる方も結構いらっしゃいますし、で、ね、うちはランチだと11時から2時まで営業してますので、その間ランチ3種類のコースがあって結構、まあ、量と値段が、まあ、量の方が多いなっていう感じで結構満足されて帰る方の方が